5月。はい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。5月ですよ。5月ってどんな？僕の誕生日であることは分かってます。ありますね。5月9日です。皆さん、はい、よろしくお願いします。というわけで5月、はい、覚えてます？なんとなく、いや覚えてるでしょ。覚えてますよ。あんまりねいいイメージがないんだけど、うん、いいの？俺どんどん先行っちゃう。いやもう思い出話というか、思い出話というか、うん、エリーが来たっていうだけです。ああなるほど。そう、うん、来た当初の紙面見た時は、まあ途中から来る外国人はだ18年巨人にいて、うん、当たったためしか正直、うん、なるほど、なかったので、まあちょっと橋本さんご紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、結果から言うと5月は24試合で13勝10敗1分け3つの貯金を作ったんですけど、なんかあのファン的にはやっぱり打ててない、貧打貧打っていうネットでも結構バリ雑言が飛び交ってたイメージ。そうなんです。貧打っていう言葉あんま使いたくなかったけど、貧だったな。あとバント失敗とか、うん、そういうなんかこうネガティブなことが多かったんですよ。実際データ的にも24試合で54得点、うん、失点が57なんですよね。普通に考えたら勝てない月なんですけど、なんで勝てたん？いやもうそれはアベマジック、アベマジック1点取ろうっていう細かい野球、はい、監督が求めてる送りバント、はい、監督からしたら簡単に決めれるだろうのことがこうまくいかなくて、うんうん、そこから悪循環っていうところに入りそうなところを監督がこううまく軌道修正もしたのかなっていう、その一つが、まあ、あのエリーに集中されるような、はいはいはい、結局は打って勝っていくんですけど、うんうん、僕的には MVP は、はい、まあ、さっき水井さんとも5月振り返りながら言ったんですけど、はい、一択でしたね。はい、どうぞ。エリー。え？違うでしょ。バルちゃん、まあ、もちろんバルナード、バルちゃんです。投手ね、バルちゃんも実は、うん、去年のシーズン途中に、ね、獲得した外人で当たったパターンですよね、うん、数少ない、ね、そうだね、ピッチャーの方は当たるんだけど、ね、バッターはなかなか慣れっていうものがあったね、はい、5月で言うと、うん、大勢投手が5月4日に右肩痛めて登録抹消だったんですよ、はい、ちょっと痛い。評論家3人の方が挙げてた大勢守護神っていうのは優勝の V 条件の一つの一つがちょっと早くも崩れちゃったところを救ったのがマルちゃん、はいはい、でも今思えばもう、ね、優勝したから何とでも言えるわけですよ、はい、安倍監督はその危機管理もしっかりされてたんだなという、そうですね、うんうん、まあ、バルちゃんを去年見て感じたものは、まあ、守護神もいけるなっていうところなんじゃないかな。そうですね、ね、で先言ってこれ申し訳ないけど、うん、5月素晴らしかった、はい、で大勢投手が戻ってきた6月疲れてたね。ちょっとね極端に数字で紹介すると5月が防御率 1.80、うん、はいはい、でまあ5個のセーブ、うん、で失敗はもうゼロですよ、うん、敗戦はゼロ、はい、要はもう代役守護神としては満点、うんうん、ただやっぱり大変なんですね、はい、クローザーって。いやいやいや、6月の防御率が 9.39。 いやそうですよ、やったことないけどクローザーは全ての8回までの皆さんのバッター 全員の苦労が一球で水の泡なんです、うん、そうですよね。責任なんかやっぱりここがもう普通じゃやってられない、穴があったら入りたいとかじゃない、入ったままで痛いっていうだけの話、はい、だからバルドナード選手投手でも一月が限界で、はい、うん、6月にようやく大勢投手が戻ってきてなんとかなんですけど、はい、うん、9.39、ここまでっていう。そうだね、しかしだよ、まあ、うん、明るい話題もいっぱいあってもうちょっと追いましょうよ、はい、5月1日で京本投手、うん、新人の頃から追いかけて支配が入って大好きですよね2人とも、はい、まあ、あの村上選手にさ WBC のあの時か日本代表の村上選手を追いかけて、そう、あの支配下になって抑えて完全デビューと、はい、で、5月2日は阿部監督の激白、うん、激白、これ面白かったですね。スポーツ報知、うん、単独のインタビューで、単独インタビュー、皆さんもこの分かれてます、うん、星論、もうこれもう真っ向勝負ですよね。小林か大城か岸田かっていう、岸田か、今となっちゃもう皆さんのおっしゃってることは
かいつまんで正しくて、うん、それ全部は総合するとすごくいいチームでしょ、うんうん、全員が全員活躍したチームでしょ。そうですね、データ的にもこの5月の時点ですけど、うん、はい、保守防御率ってあまり聞かないね、はい、数字、コメント欄でよく書いてある保守防御率っていうのは、ね、はい、この時は小林誠司保守が 0.99、はい、0.99 抜群のね、うんうん、はい、で5月3日です、ゴールデンウィーク入りまして、うん、はい、ミスターが行きましたね、いますよ、水井さんと並んで東京ドームで見た記憶があります、ね、ありました、うん、はい、ミスターにはよくしていただいて、はい、大歓声でした。もう僕ももうなんつうのブルブルって感じでした。あ、なるほど、はい、うん、グラウンド立たせていただいてね、でその試合で、うん、坂本選手が186度目の猛打賞でミスターに並んだ、狙いてるのかね、いるから打ったのか、まあね、まあ、持ってる男ってスターはこういうもんなんですよ、うん、ここに合わせてきたというか、はい、5月4日、うん、もう子供には子供たちは大興奮ですよ、はい、さようなら、うん、しかも直樹さん、ね、ここで大城選手がね、うん、ベンチで一番に飛び出してきてる、この写真もいい写真ですよね、いい写真、うん、いい写真、いやちょっとねみんなよりもスピードが足らない分、うん、先に出ないと確かに一番いいスタート切ってますね、そうスタート一番いいスタート切ってる後で巻かれてると思うんで、でも直樹選手の守備の広さで、はい、直樹選手ファンっていうのが結構増えてるらしいです、うん、だから子供の日じゃないけどゴールデンウィークにね、まあ、確かにね野球やってる少年からしても憧れる守備ですよね、うん、はい、守備ってねみんな憧れるんですよ、うん、真似できるもんじゃないから、うん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 、ね、続けて、より投手完封、うん、完封、しかも一番乗り、一番乗り、思うんだけど、うん、より投手さ当時さ緩いカーブ投げてたよね、あ、それ僕らも一瞬話題になりましたよね、でさコロコロも投げてた80キロぐらいのカーブですよね、そうそう、あの終盤投げてないよね、そうなんですよ、ね、ちょっとあのファームの再調整して、うん、また戻ってきて、うん、投げてないからね、うん、ね、まあまあそこら辺はまたシーズンオフになって、そうですね、スポーツ報知にいろいろと出てくるでしょ、はい、それですよ、水井元宏に誕生日プレゼント届きました、はい、5月9日、確かに、はい、緊急補強強打の助っ人放置1面、はい、ヘルちゃん最多安打男がね 3A のやってきたと、ね、リボンついて、はい、結果的に最高のプレゼント、プレゼントな、はい、まあみんなのものなんですけど全然俺だけのものじゃないんだけど、うん、兵庫なんですけどね、うん、まあまあまあ先ほど見ましたけど、ただここまでやるとは本当に思わず、ジャイアンツ球場で、ね、当時見に行きましたよね、はい、見に行って追いかけたけども、うん、まあでもね高橋由伸さんが走る姿が活躍する人のそれなんだよなって躍動感を感じたって、もうあの出ましたね由伸予言、怖い、はい、ということで、まあ、ヘルナンデスさんは、まあね、ちょっとね怪我しちゃって今はね日本シリーズ間に合ってほしいなと思うけども、無理もしてほしくない、まあ、まあまあまあ厳しいかもしれないし、わからん、うん、こればっかりは、でもその代わりここ来てくれたんで、まあその辺はまた7月8月あたりで、7月8月ね、はい、はい、というわけで5月10日もう一つびっくり、小林弾、うん、ね、3連勝ベンチ大盛り上がり、大盛り上がり、盛り上がるんですよね小林選手が、パンチあるからねけど3年ぶりですよホームラン、本当、はい、まあ、出てなかったからなそうですね、とベンチを松下さんホームランも全然あるぞ、うん、ね、岡本さん連発、なんかね、うん、こう巨人の4番の宿命で、うん、やっぱり打ってないチャンスに弱いみたいな印象をよく持たれがちなんですけど、うん、改めて振り返ってみたらめちゃくちゃ打ってますよね、打ってるっす、数字もちゃんと整ってるんですよ、うん、はい、ね、うん、だけどまあ期待度は4番の打てなかった時のイメージだけがこう、うん、大きくなっちゃうというか、うん、で岡本選手が連発して、はい、722日ぶりの単独首位ですよ、うん、まあ、ここからまあでもそうな、でも5月ちょっとこれいい時ばっかりの締めでしょ、ね、この間には負けてリーヒンダーとかあったんですよね、松井秀喜氏が秋広に3番期待などの紙面もありつつ、うんうん、だから打ててないからなんかちょっと起爆剤としてお前行けよっていうことなんでしょ、そうなんですよ、ある意味チャンスはあったわけですよ、うんうん、5月、はいはい、でも序盤の5月といえば謙信投手ですよ、うん、ただ本来の155、6キロっていうスピードは本来のはなかったから監督もなんでだろうとだけどね、まあ、チェンジアップがすごく奥行きがあって、うん、はい、ちょっと武器になったらしいですよ、この当時やっぱり打たれなかったですもんね、うん、先発でなかなか点を取られないみたいな、うん、不思議だななんてみんなで言ってたら、
もう一つ不思議な紙面、うん、5月19日、うん、松田で6戦0勝スタート、なんだろうなって言ってね、阿部監督なんだろう不思議、いやいや僕らも不思議、本当に2017年ぐらいからずっとなんですよ、何があるのだ松田って、うん、ご飯は美味しいのに、はい、ウニほうれんとかね、うん、コーナーね、コーナーでしたっけ、コーネね、コーネね、コーナーって何、これ絶対使ったよ、コーナーって言ったから、コーネね、はい、でまあ、はい、安倍監督が4人降格一気にさせたり、うん、4人落とすってなかなかですよ、うん、やっぱりカンフル剤はちょこちょこ、はい、そう打ってるところは打ってる、うん、でもあの結果的にやっぱり育成しながら勝つっていうことをやっぱり置いてどっかに置いてやってくれてるから、うん、とにかく次、うん、また次、うん、早上がってこいっていうこの繰り返しね、そういう中で行った甲子園、うんうん、苦しい中で行った甲子園でこの5月25日付、はいはい、忘れちゃいけない、はい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 、これね、これはすごいね、すごいですよこれ、甲子園でノーノー、この男は本当やる、松田で苦しかった、勝てなかった、うん、で甲子園この表情がすごい、うん、こんな表情なかなか見ないでしょ、東北から、すごい気持ちが強い選手ですよね、しかもね怪我せずにそうずっとね、はい、マウンドをエースとして支えてくれて、うん、終盤は中4も中5も文句一つ言わず、うん、言い訳ないかやってくれました、しんどくないはずがない、はい、中沢村投手以来の88年ぶり敵地での甲子園のノーヒットノーラン、ノーヒットノーラン、ありがとうありがとうという中で、はい、交流戦前の最後の甲子園、うんうん、打ってんじゃん、だからそうなんですよ、岡本復活だ、まあ、岡本選手が打ったのを集めてるんでしょ、うん、まあ、けど復活ってついてるあたり、うんうん、まあ、何かしら良くないことがあったんでしょうけど、そうそうそう、まあ、そんなものはね優勝した今となっちゃうどうでもいいんですよ、はい、うん、いいものだけ集めて 1-0 で負け、まあ、0-1 で負けてた9回に同点弾、うん、甲子園ですよ、はい、多分もう、うん、トラファンシーンですよ、多分甲子園目に浮かびます、静まり返る時あるじゃないですか、それもしょうがない、甲子園っていうね球場はやっぱりね一番いて楽しい、うん、やっぱちょっとね阪神ファンもちょっと一個テンション上がりますよね、あもう記者もあファンの応援もすごいし、うん、震えるね、はい、やっぱ聖地、うん、そこで同点弾9回に打って10回に勝ち越して、うん、交流戦前の最終戦を勝って貯金2で交流戦へと、はい、なぜなら最初に待ち構えるのがソフトバンクだから、しかも、はい、もう圧倒通してたでしょ、そうですね、もう当時もその当時から、まあ、今もね、はい、ただパ・リーグを席巻してましたから、ただここでいい波が押し寄せるわけですよ、はい、エリーというね、ここから1軍に昇格し、うん、し即2番でデビューと、2番出て、そして何かって言ったら 1-2-3-4 まで固定できるようになった、そうですね、最初は2番ヘルナンデス、3番直樹選手だったんだけど、うん、そのうちに直樹選手が2番でヘルナンデス3番、3番でいけると、こう言って、まあ、手首の、はい、あのアクシデントまでは、うん、でそこに最初は5番に坂本選手をはめようと、うん、はまってくれという監督の思いの中、はい、なかなか結果が出ず、うん、そこで大城選手っていう、うん、また一つオプションが出てくるんですけど、うん、それは6月ですよね、それは6月です、また改めてうまいね次回予告みたいなというわけ で岡本選手の 0-5 からソフトバンク一挙6点の大逆転弾、はい、やっぱね今年ちょっと変な勝ち方してますよ、すごい勝ち方してる、振り返れば変な勝ち方してるんです、はい、うん、ということで放置プロ野球チャンネル的な5月の MVP、はい、4月やったっけこれいやもう今思いつきで言ってますよ、はい、5月からやっていきましょう、5月から、はい、5月はもう戸郷投手ですよ、ノーノーですよ、えバルトナード投手でさっきまとまったんじゃなかったでしたっけ、いっぱいいるんだよいっぱいいるの、じゃあバルちゃんね、いや今年はもう5月に関してはリリーフピッチャー全員です、はい、ね、リリーフピッチャー全員、うん、あ違う、あのねエリーを取ってきた編成部、編成部の皆さん全員ですかね、うん、じゃあ、はい、まあいっぱいいるってことです、うん、はい、ということで5月鯉のぼりの季節、はい、で苦しい6月が始まるんですが、はい、それはまた次回ということで MC 水井誕生日おめでとう、はい、ありがとうございました。